どうも、ささんでございます。今日なんですけども、パソコンのモニターの話をしようかなと思っております。今ね、パソコンのモニターって言ったんですけど、例えば PS4 とか Nintendo Switch みたいな CS 機でゲームする場合にも、最近はね、ゲーミングモニターを使う方っていうのが増えてるんですよ。で、俺も今まで何台かモニターを買い替えてですね、最終的には今使ってる IO データのモニター。これね、確か去年の5月、6月くらいかな、そんぐらいに買ったやつなんですけど、今はそれを使ってかなり満足してるんですよ。なので、今回はそのモニターの簡単なレビューと、あとこれからゲーミングモニターを買う人もいると思うんで、どういった点を重視してモニターを選べばいいのかっていうことについてもちょっと触れていきたいなと思います。はい、というわけでね、こちら私使っております IO データのゲーミングモニターについてちょっと紹介していきたいんですけれども、まずディスプレイのサイズが 24.5 インチです。リフレッシュレートが 240Hz で、応答速度がオーバードライブ2っていう機能を有効化すると 0.6ms で、ファームウェアアップデートで HDR にも対応してます。それと解像度は 1080p ですね。で、俺が結構ね、このモニターでいいと思ってるのが、パソコンとかゲーム機を接続できる端子なんですけれども、これがディスプレイポート。で、その下2つが HDMI になってます。なので、例えば、ディスプレイポートでパソコンをつないで、下の HDMI 2つを使って PS4 と Nintendo Switch を接続するとか、そういう使い方ができるんですよね。まあ、実際俺はそうやって使ってます。モニターの接続端子を気にしないで買っちゃうという人もね、結構中にはいるんじゃないかなと思うんですけど、パソコンでしか使わないとかって言うんだったら、ディスプレイポートか HDMI 一つついてればいいと思うんですけど、後からね、ゲーム機接続したいとか、例えばブルーレイレコーダーみたいなやつ接続したいという風になったら、HDMI が足りなくなっちゃうと困るわけですよ。なので、モニターをこれから購入する場合は、接続端子がどれが何個ついてるっていうのをね、確実にチェックした方がいいと思います。このモニター付属のスタンドもね、すごい優秀なんですよ。まずこれ高さ調整できますね。こんな感じで。モニターって高さ調整できないやつもね、結構多いです。次が、この角度、こんな感じで変えられるし、横方向にもこうやって回転できるんですよ。ここまで来るのはすごいな。結構いけますね。で、この高さを一番上まで上げた後に、横に回転すると、縦向きで使うっていうこともできます。俺はね、縦向きで使ったことないですけど、仕事とかでね、そういう風な使い方したいっていう人には結構いいんじゃないかなと思います。で、冒頭で最近ゲーミングモニターを使う方が増えてるっていう風に言ったんですけど、なんでゲーミングモニターを使うのかというとですね、普通のテレビ、まあ、特に古いやつなんですけど、そういうのだとゲーム画面が表示されるまでに若干遅延が起きるんですよね。なので、例えば格ゲーとかでこうパンチが来ますよね。で、こう避けたって思ってるのに当たっちゃうとか、まあ、本当の若干の遅延ですけど、でもゲーミングモニターはそういう遅延が軽減されてるので、古いテレビに比べるとそういうことがね、若干起こりにくくはなってます。それとこのモニターはですね、スルーモードっていうのがあるので、その遅延っていうのをかなり少なくすることができるんですよ。しかもさっきも言ったみたいに応答速度も 0.6ms なんで、その表示遅延が少ないっていうのもあるし、残像感が非常に少なくて、動きの激しいゲームとかでもすごい見やすいんですよね。で、あとこのモニターの機能としては、この画面半分ずつで、例えばゲームの画面とパソコンの画面を表示したりとか、あとこの辺にちっちゃくゲームを表示したりとか、まあそんな感じの使い方もできます。俺は使ってないですけど、まあそんな感じでね、いろんな機能はあるんですけど、俺的にはね、この IO データの色、これがね、すごいいいんですよ。まあ色の好みっていうのは人にもよると思うんですけど、以前ね、ASUS のモニター使ってた時に、ちょっとコントラストが高いというか、まあモニターってね、設定でいろんな色の調整っていうのを加えられるんで、まあある程度自分好みの色にはできると思うんですけど、その ASUS の使ってたモニターはね、ちょっとどんだけ頑張ってもちょっと目が疲れやすかったんですよね。でも IO データのモニターは、実はこれ IO データのモニター3代目なんですけど、すごい目に優しくて、長時間仕事とかゲームとかしてもね、全然大丈夫なんですよ。俺的にはそれがね、このモニター使い一番の理由かなっていう感じですね。それとですね、このモニターはこういうリモコンも付属してるんですよね。電源ボタンとか、消音、音量、明るさとか、まあいろいろありますね。これね、モニターにスピーカーを内蔵してるんで、その時の音量のコントロールですね。で、あと HDMI 1にディスプレイポートを切り替えたりとか、ゲームのジャンルっていうのを切り替えたり、さっき話したスルーモードとかオーバードライブ、それを変更したりだとか、まあそんな感じでね、このリモコンでできるんですけど、俺はね、実際このリモコン使ってないです。なんでかというと、そのオーバードライブとかの変更っていうのは確かにね、リモコンで操作すれば、まあ操作はしやすいかもしれないですけど、一回モニターの設定変えちゃえば、後から変更するってことあんまないと思うんですよ。それと、この HDMI とか入力機器の切り替え、これはね、非常にいいとは思うんですが、この後ろにも1台モニターあるんですけど、これ同じやつなんですよ。同じやつ2枚使ってるんですけど、その状態で入力切り替えをしちゃうと、2つとも変わっちゃうんですよね。それがね、ちょっと厄介で、使いにくいんですよ。このモニターの前
前に BenQ のモニターを使ってたんですけど、 BenQ のモニターはね、モニターに有線タイプのリモコンみたいなやつがついてて、それでワンボタンで入力切り替えできたんですよ。それはね非常に良かったです、まあ、なのでこのリモコン結構メリットに感じるっていう人はいるかもしれないですけど、個人的にはねそんなにいいとは思ってないです。肝心な値段なんですけど、今日動画撮ってるのが8月22日で、Amazon での出品価格が 42,948 円で売ってます。俺これ1年以上前に買ったって言ったんですけど、買った時の値段、それがですね 49,800 円だったんですよ。なのでだいたい7000円ぐらい値下げされてるんで、まあ結構お買い得かなと思います。ただゲーミングモニターを PS4 とか Nintendo Switch で使おうと思ってる方もいると思うんですよね。そういう方にはリフレッシュレート 240Hz っていうのは必要ないわけですよ。そのリフレッシュレートっていうのが何かというのを簡単に説明するとですね、例えばね PS4 から映像が出力されますよね、モニターに。その出力された映像っていうのは実はパラパラ漫画みたいなもんで、 PS4 ではね最大 60fps って言って1秒間に60回画像が切り替わるっていう仕組みなんですよ、まあ、PS4 でもね 30fps までしか出ないゲームとかもありますけど、でゲーム機側から出力される映像が1秒間に何回切り替わるかっていうのはそんな感じで 60fps とかって呼びます。でそれに対してモニター側で1秒間に何回その画像を切り替えることができるかっていうのはリフレッシュレートっていう値を使うんですよ。でこのモニターはねさっきも言った通り 240Hz のリフレッシュレートに対応してて、それは単純に240回まで画像を切り替えることができます。ただ PS4 とか Nintendo Switch っていうのは最大で 60fps までしか対応してないんで、240Hz のモニターっていうのはねオーバースペックなわけですよ。でそういう方にはですね、同じくこの IO データのモニター 24.5 インチで応答速度が 0.8ms でリフレッシュレートが 60Hz のモデルがあるんですよ。それがですね 16,646 円で販売されてます。でこのモニターと同じくディスプレイポートが1つ、 HDMI 端子が2つ、まあ、あとアナログ端子もついてるんですけど、 PS4 とか Switch でしか使わないっていう方だったらそっちのモニターの方がいいかなとは思います。あとついでに言っておくと、これはね 24.5 インチって言ったんですけど 23.6 インチでリフレッシュレートがね 144Hz までのモデルもあって、それだとね 29,091 円で販売されてます。最近はですねこういう 240Hz 対応のモニターっていうのはあるんですけど、俺はね 60Hz と 144Hz の、滑らかさの違いっていうのは結構実感できたんですけど、 144Hz と 240Hz ってもう滑らかすぎてそんなに差が分かんなかったんですよね。しかも 240Hz となるとパソコンが側もね相当高いスペックじゃないとダメなんで、まあ、コスパ重視でいくんだったら 144Hz の方でも、まあ、問題ないかなとは思います。はい、じゃあちょっとモニターつけてみたいと思います。はい、こんな感じでございます。ちょっとね色がどんな感じかっていうのは、俺が使ってるカメラの関係だったり、 YouTube で見てる方が使ってるパソコンのモニターとかスマホの画面とかそれが全然違うんで、この動画を見ても色がどんな感じかっていうのは全然ね伝わんないと思うんですけど、本当にねさっきも言ったみたいにすごいね見やすい色です。じゃあ設定どんな感じでいじれるのかっていうのもねちょっと見てみたいと思います。この右下の部分にこういう点々がついてて、実はねこの後ろがボタンになってるんですよ。でこの後ろのボタンを使って操作するんですけど、左側で入力切り替えしたりとか、この音量上げたりとか、スピーカーさっきも言った通り内蔵してるんで、ただねこの内蔵スピーカーは本当にね音がペラペラなんで、どうでもいいから音聞ければいいっていう人だったら別にいいんですけど、ちょっと音にもこだわりたいっていう方だったら外付けのスピーカー買った方がいいと思います。俺はねこのエディファイっていう USB スピーカー使ってて、これはね全然高くないですね。 3,4,000 円ぐらいで買ったやつ。これ USB ケーブル1本で使えるんで結構おすすめです。はい、で続いて輝度の調整とかもできますね。俺はね本当に長時間パソコンをいじってるんで、あんまり画面がね明るくない方がいいんで、多分輝度の最大は100だと思うんですけど10にしてます。ちょっと明るくしてみましょうか、せっかくなんで。はい、これ100っすね。結構明るいな。本当にねこれだと目が疲れると思うんで、長時間ねパソコンいじる人だったらかなり暗くした方がいいんじゃないかなと思います。はい、続いてゲームとかの詳しい設定見ていきたいんですけど、このゲームってやつ開いて、ナイトクリアビジョンっていうのがあります。このナイトクリアビジョンっていうのは、ゲームで例えば暗い画面ってあるじゃないですか。なんか洞窟の中だったりとか、ホラーゲームとか、そういう場面でこれを有効化しておくと、暗い部分がね、ちょっと白っぽくなって見えやすくなるんですよ。ただ俺の場合は、ちょっと色が若干不自然だなと思うんで使ってないです。
で、あとこのエンハンストカラーっていうやつでは、映像の階調と色の濃さを調整っていう感じですね。今カスタムっていう風になってるんですけど、確かね、これデフォルトなんじゃないかなと思うんですよね。このエンハンストコントラストと色の濃さもね、確かいじってないはず。で、続いてオーバードライブなんですけど、動画の冒頭でも言った通り、これをね、有効化しておくと、応答速度が向上します。で、これはですね、オーバードライブ、霧とレベル1とレベル2ってあって、レベル2が一番応答速度が向上するんですけど、そのレベル2にしても別に映りが悪くなるとかそういう感じはね、一切ないんで、基本的にはオーバードライブレベル2で使うのがいいんじゃないかなと思います。で、このゲーム項目の最後、スルーモードってあって、これもね、さっき言った通り、これを有効にすると、モニターの内部遅延っていうのが少なくなって、まあ、オンライン対戦型のゲームとかでは有利になるので、これもね、有効化した方がいいんじゃないかなと思います。ただこのスルーモード有効化しておくと、さっき言ったあの画面半分ずつにして使うとかそういう機能がね使えなくなるんですよ。ただ俺はその画面半分で使うやつを使わないんで、スルーモードはね有効化してます。はい、こんな感じでモニターの機能紹介っていうのは以上です。で、続いてなんですけど、俺はですね、このモニターを使うときに背面にモニターアームっていうのを取り付けて使ってるんですよね。ちょっとそれをお見せしたいと思います。はい、こんな感じでモニター設置しました。これでですね、高さ調整だったりとか、この横方向の角度調整したりとか、あとこのモニターの下にスペースができるんで、例えばね、薄型のスピーカーを置いたりとか、ゲーミングデバイスここに置いたりとか、そういう感じでも使えるんで、結構利便性はね向上するんじゃないかなと思います。はい、こんな感じでちょっと簡単だったんですけど、私さっさんが使ってるゲーミングモニターの紹介でございました。最後にモニターを選ぶ際に重視するポイントまとめると、まずその人に合ったディスプレイサイズですね。俺は基本的にこういうデスクに置いて、自分も椅子に座って作業するんだったら24インチ前後が一番使いやすいんじゃないかなと思います。結構ね、プロゲーマーの方でも24インチ前後を使ってる方が多いみたいです。続いてディスプレイの解像度なんですけど、個人的にはね、ゲーム用途だったらまだまだフル HD で十分じゃないかなとは思います。 4K だとね、どうしても負荷が重くなってフレームレート出なかったりとか、あと低遅延のモニターが少なかったりとか、高リフレッシュレートに対応してないとか、そういうこともあるんで、フル HD で十分かなと思います。で、リフレッシュレートは先ほども言った通り、 CS 機だったら 60Hz のモニターで十分です。ただパソコンでできるだけね、ヌルヌルの映像でゲームしたいっていうんだったら 144Hz とか 240Hz に対応した製品を選ぶのがいいんじゃないかなと思います。で、あとさっきも言った通り、接続端子ですね、 HDMI 端子が何個あるとか、ディスプレイポートが付いてるのかとか、パソコンとゲーム機両方で使いたいっていう方だったら、それもですね、重視した方がいいと思います。で、最後、メーカーについてなんですけど、俺はね、結果的にこの IO データのモニター使ってますけど、本当にね、今っていろんなメーカーからゲーミングモニター出てるんで、それに関してはね、値段だったりとか、自分の欲しい付加機能とかを、ま、いろいろ調べてみるのがいいんじゃないかなと思います。例えば、ASUS とか Acer のモニターって、この画面の真ん中に、FPS とか TPS で ADS した時に出てくるような、照準を表示させるような機能があるんですよ。例えば、それがあったら、スナイパーのクイックショットしやすくなるとか、まあ、そういう機能が欲しい方はね、 Acer、Asus のモニターもいいんじゃないかなと思うし、俺の場合はさっきも言ったように、この IO データの色が好きなんで、このモニターの後継機が出たらちょっと買い替えを検討するかもしれないですけど、しばらくはねこれを使っていきたいなと思っております。はい、というわけで今回の動画は以上でございます。それでは次回の動画でまたお会いしましょう。バイバイ。